あ、おはよう。おはよう。もう撮ってる。いや、うん。あ、じゃあ後ろどうぞ。あ、どんどん。うん、後ろ乗って。はちゃん、車に忘れ物して。うん、後ろ乗って。え、後ろに乗るの？うん、サメ爪乗って。じゃあ、はちゃんの車に忘れ物して。何を忘れた？分かったから。だーい！こういう風に。始まるない。ちょっと。よし。ちょっと明るさ見えるからちょっと待ってな。鼻水出てないからチェックしてな。分かった。私もな。これぐらい。りっちゃん大丈夫かな。りっちゃん大丈夫。頭ゴンって言ったよ。リブ落としたよ。うん、ゴフってた。あ、これぐらいでいいかな。撮る前まだ。いい、明るさ調整するし。わーい、まるまるって言うはずやん。カメラのやんやん。りっちゃん、あれは戻らんのよ。あ、戻らん、また来てる。うわ、ほんの買えば。もう痛すぎてしゃあないわ。女子行ってくるから。はい、うん、問題です。え、じゃじゃん、はい、天津飯はどこの国発祥の料理でしょうか。中国。じゃあ中国って言うんだし、引っ掛けやから。5、4、はい、はい、日本。はい、2番。答え教えてよ。正解は中国でした。イエーイ、イエーイ。いや、ここからちょっと多いじゃない。じゃじゃん、はい、魚や鶏のおろし、骨など硬いものを処理する包丁の名称は？はい、はい、出刃包丁。正解。はい、問題、じゃじゃん。みたいな顔してみんなやめてよ。炒める、焼くはもちろん、はい、煮る、揚げる、蒸すなども可能であり、はい、幅広い料理法に対応できるため万能鍋とも呼ばれる鍋の名称は？はい、はい、はずきさん、圧力鍋。やべー、じゃあよ、圧力鍋言うて、圧力言うてるやん。中華鍋でした、はい、問題、じゃじゃん、はい、卵黄よりも卵白が柔らかい状態なのが特徴の卵は？は？ふわとろ卵ちゃん。どう？はい、読む。うこけ。ブーブー。温泉卵。ああ、簡単やな。おい、いや、大丈夫。やばい、1問しか合ってない。中国しか合ってない。中国間違えたから。じゃじゃん、4つの基本味、基本味とは、甘み、酸味、塩味、あともう1つは何？辛味。ベベー、苦味でした。絶対そういう苦味やと思ったんですよ。またそうだよ、揉めるとこじゃないし、はい、問題、はい、味の素の成分の主な1つはこの中のどれ？1、グルタミン酸、2、コラーゲン、3、グルコサミン、4、イノジン酸。はい、はい、グルコサミン。ブーブー。イノなんとかやと思ってた。ブーブー。グルタミン酸。あ、それそれ、名前似てるから間違えたかも。問題、もうすぐハロウィンですが、ハロウィンといえばかぼちゃ、はい、かぼちゃの名前の由来はある国の名前から来てるという説があります。それはどこの国？カンボジア。正解。イエー、すごいよ。でもわかるやろ。問題、さやちゃん、砂糖と塩、味付けをするならどちらを先に入れる？はいはいはい、絶対砂糖。あ、待って、うん、砂糖。正解。さしすせそれからね。問題、どやがおいちいちすんのよ。鶏の唐揚げを作るとき、カラッと揚げるには小麦粉と片栗粉ではどちらを使う？はい、はい、あ、片栗粉。正解。ほらほら、ちゃんと一緒やな。で、酢豚この間作った、片栗粉も。問題、どやがおっしゃったやん。最後です。ゆで卵をきれいに輪切りにするには、熱いうちに切る、丸か×か。ほな×やろ。丸やろ。ちっちゃいでしょ。ちっちゃいでしょ。はい、丸。正解。え、どっち丸、え、熱いうちに切る方がいいってこと？正解。熱々切られんやん。だから頑張んねん。何本割ってたっけ。はい、5問正解です。はい、じゃあ今日の企画を。え、何それ。じゃあ、企画名を言ってください、どうぞ。せーの、花嫁修行って言うはずやん。何やこれ。花嫁修行の第一弾として今回のテーマは料理。はい、うわ、今回作る料理は天津チャーハンプラス創作料理。天津飯とかあっちゃんの得意料理やねんけど。マジで。事前に解いた問題の正解数に応じて購入できる品の数を決める。マジで。調理室に入り、レシピを見ずに調理スタート。あ、もういいですか、うん、はい、はい、なんで今から5品買います。5品買いに行ってください。え、5品買いに行って、この天津チャーハンを作ってください。え、
これ一問正解とか言ったらどないする気やった。やばいよ、カンボジアしか会ってなかった、はい、やばいよ。行ってらっしゃい、はい、聞いてなくて、今日最近聞いて、
なんでちょっとネイルとかして、その割にちゃんとスニーカーを履いてきたんですよ。そこは無駄な努力に終わってます。今日ははっちゃんちょっと女っぽい服着てる。そうですね、可愛いね。タオル使ってみます。タオル使わせていただきましょう。はい、まず料理は手洗い、うがいから。うがいはちょっと省く。うがいはいいですけど、今日はカトカトキットカットで先生先生天津ちゃん、これ二玉にはあれ、まず米炊かない。せん米炊こう。せん、炊飯器があんな上にあんねん。だから鍋で炊くか炊飯器でやるかやけど、どうする？まあ炊飯器やんな。オッケー、じゃあ土台になって登るわ。はい、わかりました。逆やろって思ったよ。靴脱げな。ちょ、もう椅子でいい、椅子でいい。あかんって。あ、椅子はあかん。はい、わかりました。いや、でもこれ、ゆうちゃんが、ほら、一回抱っこしてみる。いっせーの。全然いい。ちゃんと真剣にやるよ。やってる。ちょ、土台になるわ。じゃあ、肩車して。あ、いつものあれね。スカートはいいけど、大丈夫。私はいいよ。大丈夫。パンツじゃない。あ、ほんとに。でも、前取ってな。うわ、待って、これ、もうちょっと、ちょっと待って、これちょっと届かんかも。うそー、無理。やばい。はい、失敗に終わりました。残念ながら、ちょっとでも、そう、ちょっとプラス点数先生、ちょっと頑張ってよ私。これで創意工夫ということで、ちょっとあの鍋で努力を使いましょう。ちょっと、はぁはぁ言い過ぎちゃう。ちょっとほんまに結構長い時間ちょっと。じゃあ、あの鍋選びねかも。だって、天津飯作る。あ、これでいける。あ、これでいける。え、これでいけるやろ。じゃあ、米これで。でも、鍋はこれでやったら、分かる。はい、米炊くとこからよ。ほんで、あ、あれ作ろう。そうしたくない。あ、ほんで、あの、それもそう。あれしといたらいい。これぐらいのやつやったらいい。とりあえず半分。OK。うん。これは、鶏をちょっと使うんですけど、半分使います。で、ミンチしますけど、ミンチってどうやってやるんやろって感じだねんか。ミンチってどうやろ。ちょっとミンチにする機械を探すところから多分始める。お米は何合か、こう3合ぐらいですか。2人前やろ。3合ぐらいですか。お米はですね、1合は180なんで、180。ミンチってあれ使ったらいいかって。そうだな。じゃあじゃあとりあえず包丁でやってからやんな。あ、でもこれでもいいんちゃう。分からへん。これ何する機械。やってみよう。いいよ。ミンチにしよう。いちご。かちゃん、お米炊ける？余裕。鍋で。あ。いや、これ皮は取ったら。取っていい？皮でもさ、いい出汁出るかもしれへんね。でも、ミンチにするんやろ。これ、あ、これ皮外す機械やったんちゃん、実は。見て見て、ほら。あ、そうかもね。皮外す機械やったんちゃん、これめっちゃ外しやすいの、見て。お米はね、あっちゃんお米大好きなんで、お米をバッチリ取っていきたいと思います。こんぐらい。じゃあ、こんぐらいでいきます。じゃあここで。沸騰したら教えるわ。はい、あ、そんなにあれしや。20分ぐらい。うん、そんなもん、そんな。え、見てや。私も見るわ、出したね。ボールボール。今からですね、私はすごいことをします。何をするかと申しますと。